JGM セベバレステロスゴルフクラブパート3、はい、16番ホールですね、はい、16番ホール211ヤードのパー3ということでやっていきましょう。ピンがプラス12とか入ってるんで、まあ、220ぐらいですね、はいはい、ピン一番奥でまっちゃんスコアが今2オーバー2オーバーです、私が1オーバーということで、はい、大苦戦しておりますが残り前半3ホール頑張っていきましょう、はい、お願いします。お願いします。僕は風はちょっとフォローなんですけど、フォローですけどね、もうちょっと多分クリークとかではいけないと思うんで、はい、3番ウッドで。今日はかなり冷え込んでますからね、はい、気温7度とかなんで、7度とかですね、はい、もういつもよりフォローはあんま考えずいきたいと思います、うん、よろしくお願いします。お願いします。グリーン捉えて右横ぐらいですかね。右横ですよねあー、まっちゃんのスプーンであれくらいか。ちょっと当たりが悪かったですけど、うん、でも多分しっかり当たって、うん、ほんとピンピンって感じですか、までの距離だったって感じですね。じゃあ僕は3番のユーティリティですね、はい、19度のピンのユーティリティで打ちたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。さすがに大きいと思うんだけど、大きいと思っちゃダメか。ダメですよし、さあちょっと右目当たり悪いけど、あーちょっと転がって、そうだね、あれ右側の方はちょっとグリーンが低い、そう短いから、あそういうことですね、うん、距離的にはだからピンまでの行ってるんだけど、はい、右に外れたって感じかな。そうですね、はい、じゃあちょっと乗っていきますか。あのスタイルですか。あのスタイルで行きましょう。まっちゃんクラブもらおうか。ありがとうございます、うん、すいません。はい、まあ最近どうですか皆さん、僕たちがこういろんなコースをこう回ってるんですけど、はい、まあ行ったのがオークヒルズと、はい、まあ、金の台と、はい、まあ、今日はセベということで、はい、まあなかなかね、まあ、オークなんかはいいスコアで回りましたけど、金の台は ね、なかなかいいスコアで回れなくて、まあ、今日も苦戦してて、はい、まあ、これからもねどんどんこういろんなコース回ってね、はい、やっぱりまあいつものね成田コースじゃん、カッチャカッチャやりながらっていうのも好きな方は方もいらっしゃると思うんですけど、はい、まあまあ、こうやって僕たちがこうやってよそ来ることによって、はい、まあ、いろんな ロケーションでのショットだったりとかも練習になるんで、ね、まあ、自分たちのことを思ってね、はい、ちょっとこうやってやっぱりこうレベルアップするためには、うん、いろんなコースでいろんな状況にやっぱ自分を活かせないと、うん、そうだね、やっぱりスキルはなかなか上がっていかないんですよね、はいはい、でやっぱりこう皆さんに見てもらってるんで、はい、ね、頑張んないといけないし、シャンクとか打てないですもんね打てない、やっぱりこう普段の ラウンドとは違うね、はい、感じでもやっぱり回れてるんで、まあ、いい練習になってるのかなと思うんですけど、はい、そうですね。で、まあ、僕たち和本松の激ゆるチャンネルっていうあのサブチャンネルがあるんですけど、はい、そちらの方ではこれから、まあ、以前やってたようなスタイルの動画も投稿していくと、はい、で、まあ、メインチャンネルで、ね、ああいう動画出さないってわけじゃないんですけど、はい、まあ、機会こういうラウンド動画が増えていくってことなんでね、そういう時は、まあ、サブチャンネルのホールで、まあ、今までの動画をそうだね少し投稿して、はい、まあ、なんですね、やっぱりそっちが好きな方はそうですね、こっちも見ていただいて見ていただいてっていう、こっちもしっかり見ていただいて、そうだね、はい、なんかその辺ご理解いただけたらなという感じで向こう行きたいと思います。はい、わかりました。まっちゃんのセカンド地点ですね、グリーン右端に右に外れたと、はい、ボールはここです。この辺ぐらいに落として寄せる感じか。3、4、若干左足下がり、はい、でグリーンは受けてると、はい、まあ13、4ヤードぐらいですかね、うん、8ヤードぐらいのところにキャリーさせていきたいと思います。58でいきます。はい、
もうちょっと行って頼む。ちょっと行かなかったっすね。ちょっと弱。左足下がりなんでもうちょっと行くかなと思ったんですけど。そうですね。ボール大丈夫です。大丈夫ですか。僕のはまあちょっとこう修理値が途中で終わっちゃってるんでこのままなんですけど。はい。こういう時はまあパターでね。そうですね。打っていきたいなと。まあ、上りの12、3メーターですね。はい。まあ、どっちみちパターだったかなっていう。そうですね。うん。渋いパーパット。まあまあでもはいいい感じですね。ナイスです。ありがとうございます。上りなんでチャンスは全然ありますもんね。ですね、はい、よし。これはチャン 1.5 あるね。 1.5、 はい。あんまり曲がんなそうなんでもう右縁ぐらいで、うん、しっかり行きたいと思います。芝目は右から来てます。でそうなんですけど意外になんかこのボールとカップの間は、はい、右からに見えないんですよね。よし、いきます。あ、右抜けたか。お先に行きます。お願いします。まあ、ちょっと読みづらい感じ で、ね、ちょっと右打たされたね今ね。なんかちょっと打たされましたね。傾斜がすごいからね。傾斜がそうなんですよ。すごいんでなんか目はそんなに、うん、僕は1メートル、1メートルちょっとだね。はい、ちょいフック、まあ、右縁ぐらいかなと思うんだけど。ナイスパーです。ありがとうございます。じゃあ次ホール行きましょう。はい、わかりました。はい、17番ホール到着です。はい、473ヤードパー5です。そうですね、ここはちょっとまあ短めのロングなんですけど、はい、トリッキーになってるんですよね。その分そうですね、はい、まあ左の右はあんまり良くないんですよね。まあそうですね、行っても多少は大丈夫なんですけど、はい、まあ、あんまり良くないんで、まあ、左のあのバンカーの上にずっぽし行きたいなと、はい、感じです。バンカーまっすぐ、こうやっていいとこじゃないですかね。ああ、超えるんですね。あ、超えます超えます、全然超えます。はいバンカーに入るのかと思ってました。いやいや全然超えるんで。まあ、和子さんで超える。いや、まっちゃん楽勝ですよやめてくださいよ。その潜んなきゃ大丈夫。あ、そういうことですね。綺麗な感じだったらあれ227そこから22なんですね。ここから227、225ですね、うん、今日の気温で結構厳しいですね。なんで和子さん測ったんですか心配なのかなと思ってあんなとこばっか見えてなかったから俺は。いや、あ、そうなんですか、うん、よし、ちょっと226でいきたいと思います。あ、バンカーの左こやべえぞこれ。お、超えてた超えてた。 OKOKOK 大丈夫ですか。235思ったより言ってますね。言ってます言ってます、大丈夫ですよ。まちゃんやっぱりクラブ変えて、はい、よくなって、ただ最近ちょっとね低スピンすぎて潜ってる寒いんですよね感じあるよね。そうですね、まあ言ってくれればシムマックスもありますから家に。あ、家にとか車にいや僕 M6 持ってるんで。いやいや、じゃあシムマックスの方が1個新しいじゃないですか。ちょっと1個ですよ全然違うですよ1個違うんですか。1個違いますから。いや、はい、1個そんな違いますかね。違いますから M6
はい、飛ばないクラブ使ってるな。いやいやいや、ずーっと使ってましたよ、ホさん。いやでもやっぱり M6 だと今みたいに球出てないよね。出てないですね。やっぱりちょっと低スピンで今飛んでるじゃない。はい、だから飛んでますもんね。だから飛んでる。だからみんな飛ばせるクラブ使えてるんだよね。でも本当にちょっとやっぱりさすがにこの気温になってきて、はい、まあ 7X は硬いね。あ、硬いから 7S か 6X がいいな。あ、 7S とかいいかもしれないですね、うん、重さはそうだね、はい、スプーンもちょっとね、PD に変えたいんだけど、はい、うん、ちょっとね QT 落ちたばっかりで三菱さんに電話するのもあれかなと思って、落ちた後なのに。確かに向こうの方も困りますよね。いやちょっとワッホさん QT 落ちてるんですよみたいな。いやでもね、まあさっき前回の動画ぐらいでミキ君の話が出たんですけど、はい、まあ、ミキ君はねサードステージ今年惜しくも敗退だったんだけど、はい、いやでもやっぱりすごいね、やっぱ YouTube もやってて、はい、まあ、ああやって QT 出てで、まあ、欲しかった、まあ、チャレンジ、アベマツアーは多分少し出れるのかなっていう順位だったんですけど、はい、やっぱりなかなかその難しいじゃない、今年の、今年のっていうか最近の QT は、はい、特に厳しくて、そうですね、まあ、サード QT 突破するのは約100名出て20人、はい、20位タイということで、なかなかね、いや、なかなかやっぱり、ま厳しい、うん、まあ、それを通っていくとアベマツアーに出て、はい、でそこからシード取るって、だからシード選手って本当に化け物で、化け物ですね、化け物なんだけど、だから本当にああやってやってる選手ね、やっぱりこうなんか男子ゴルフは今盛り上がってないみたいなことで言われるけど、はい、でもどんどんすごい選手出てきてるから、そう、もう本当にすごい、うん、もう飛んで当たり前で、そうそう、もう飛ぶ選手ってちょっとやっぱショートゲームがなんか苦手みたいな、あったじゃない、印象もありましたけど、飛んでうまいからね、飛んでうまいんで、そうだからね、やっぱり、やっぱりもっとこうやって見てくださってる皆さんで盛り上げてほしいなと、はい、いや、そうですよね、やっぱり YouTube からゴルフをね、はい、盛り上げてほしいなと思ってるんでね。いや本当素晴らしい選手いっぱいいるんで、いや本当そうですよね、うん、だから僕たちもね、まあ、ちょっとまたこういうラウンドでね、はい、まあ、またねミキ君をねちょっとお誘いしてやりたいっていうのもあるし、ね、はい、いろんなプロゴルファーをね呼んで、はい、やってねどんどん知ってもらいたいなっていう思いもあるんでね、はい、まあ、ちょっとそのためには僕らがねまずは頑張んないと。いや本当そうですよね、はい、僕たちが頑張らないといけないですよね。さあこれはピンまでちょっとピンが1か7とか見なかったんですけど、うん、ピンまで200打ち下ろしを入れて230ヤードです。230、はい、でも左右あんまり良くないんだけど、左特にその木邪魔だね。まあ、ちょっと3番ウッドだと思うんですよ、うん、さっきのショートホールを考えると、そうだね、はい、なので3番ウッドでもうその木に当たってもいいと思っていきます。木からスライス、いや木の左、だから決めた方がいいね、木の左からスライス打ったら、はい、最低グリーン手前まで行くじゃん。でも僕多分木からスライス今日の風だと絶対かかんないと思うんですよ。じゃあもうまっすぐ、まっすぐ、はい、うん、行きます。まっすぐというか、まあドロー目、うん、捕まるように打ちたいです。はい、はい、あー失敗した。これはちょっとね捕まりすぎて、そうですね、まあ、かなりのつま先下がりだから、はい、まあここから捕まえるのは難しいよね。いやでもこの風で左出したら左から左行きそうなんですよね。まあかなり条件は難しい。この木がすごい効いてますね。効いてるね。僕はだから200ちょっとかな。多分210ヤードぐらいじゃないですか。そうですね、202、まあ4番ユーティリティのマーベリックで、はい、20度かな。いやーすげえ下がってんな。あー足んなかった、ちょっとペラっちゃった。大丈夫か。あ、バンカー越えましたね。はい、良かったです。ちょっとやっぱりねうまく打てなかったな。ちょっとやっぱり地面に届かないですよね。届かないね。夏だったらね
届くんだけどやっぱり届かなくなってくるよね。届かなそう、うん、前よりもやっぱボール浮いてないですもんね。じゃあ向こうまで行きましょう。はい、まっちゃんの3打目地点です。このピンまでちょっと遠いバンカーに入っちゃったね。60ヤード。60ヤードです。直接打つにしても相当むずい。いや、ね、飛ばないですね。あの多分手前の斜面上がっていけないと思うんで、うん、どうしようかな。58度で、まあ、土手にぶつける感じで打つしかないね。左下がりだからね。直接打っても止まんないですもんね。うん、一もう上がんないくて。上がんないからね。そうっすよね。ワンクッションするぐらいでいいんじゃない、イメージは。ワンクッション、うん、そうっすね。だキャリーをもうエッジぐらいに持ってっとかないと。40ヤードぐらい、うん、で直接目に打つしかないですもんね。そう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 、うん、そうだね。フェースかぶせてね、もう、うん、そうですよね、うん、最悪グリーン手前でもいいから。わかりました。58でいきます。お願いします。あ、行っちゃったか。これはもう信じられないぐらいうまい。え、大丈夫ですか。信じられないぐらいうまいと思う。もう多分ぴったりだと思う。あ、本当ですか。うん、もうエッジ先に落ちて多分転がってってるんで。どうもじゃないか。大丈夫か。完璧だと思うんですけど、どうだ。どうなんだ。あ、奥か。でもやっぱ奥ですよね、うん、いやでもあれ以上ないですよ。あ、止まってくれてるんですね、うん、じゃあ完璧です、うん、じゃあ僕はこれですね。すごい登って平らっていう。すごい登りです。13、14、15ぐらいのところに落として転がしていく。はい、58です。はい、ナイスです。ちょっとありがとうございます。横ですかね。横ぐらいだと思います。ナイスアプローチです。はい、まあイメージ通りで。じゃあちょっと一回切ってもらっていいですか。わかりました。はい、まっちゃんのバーディーパットですね。はい、まあ、8メーター9メーターぐらいはありそうな感じ。下りのあんまりフックって感じもないですね。まっすぐフックか。ちょいフックですね。芝目見当たんないな。でも多分すごい黒いんで、うん、逆目だとは思うんですよ、はい、順目はないと思うんで逆目でちょっとフックいきます。もうちょっと行って、くぅ、まだちょっと1メーターぐらいあるか。僕のは遠いですかね、ワホーさんより。僕そのまま行きます。はい、あ、もう右縁パーパット。オッケー、ありがとうございます。ナイス。このロングで取れなかったら痛いです。ああ、芝目がこうなんだな。左から斜めに。はい、1メートルバーディーパット。はい、チョイスラ。うん、ナイスバーディーです。ありがとうございます。ということで、僕がイーブン、はい、
まっちゃんが。ハッポンさんイーブンですか。イーブン。僕スリオーバーです。まっちゃんスリオーバーということで次行きましょう。はい。はい、18番ホール到着です。はい。427ヤードパー4です。いやー、強烈アゲンスト。はい。強烈アゲンストで長いですね。これは左は今日の感じだと良くないですね。そうですね。まあ言ってもセーフなんですけど、はい、まあ、刻みになるかなと。そうですね。なので黄色旗か黄色旗右でもいいって感じですかね。右でも帯近いんですよ。うん、狭すぎるな。右の、はい、あのバンカー2つあるじゃないですか。はい。あれの先端が217なんですよ。じゃあもう右はもうすぐあそこ行くと OB です。なのでじゃあ黄色旗よりは左の方が本当はね良さそうですね。だからあの左のバンカーの上に打てれば完璧ってことですね。本来はいいですね。はい、でいきます。はい。ほう、めっちゃいい球。これも完璧ですね。完璧ですね。はい、仕上がってきてますよ。いやいや、なんかいやでもやっぱりこのシムドライバーが変えてからやっぱりティーショット安定してます。スピン量少ないんで。上がるシャフトに上がるシャフトに、まあ僕には上がるシャフトに、はい、まあシムドライバーですね。よし、僕もあの方向に行きます。オッケー。大丈夫ですか？大丈夫。あ、大丈夫か。はい、こっちなんかちょもう少し右にペラったような感覚があったんで。大丈夫です。はい。じゃあセカンド地点行きましょう。はい。まっちゃんセカンド地点です。はい。半端なくピンが奥です。今日は全部奥ですね。全部奥でした。上り入れて225ヤード。225。225。手前のバンカー越えるのは195。うわ、3番ウッドで。今日の気温と風だと相当厳しいぜこれ。いやー、225のショットでもう会心食わないとね。会心食わしていきたいと思います。やべえ、潜ってる。バンカーっすね。バンカー、そうですよね。土手に当たってバンカー。奥はまあ30ヤードちょっと前なんで、まあ190ぐらいってことか。はい。だこのセベ、これ最後18番右 OB だからさ、もう逃げちゃうよね、左にね。左に逃げますね。196。はい、もうマーベリックでもうしばき上げます。しっかりですね。うん、右だ。あ、でも乗りましたね。ロングパットです。絶対マーベリックなんか届かないのよこれ。だってクリークっすよ。クリークだって持ってきてないのもう。いやだって、まあ、ワッコさん言ってもクリークの予想してなかったっすね。してなかった。届くんじゃないかみたいなことを思うじゃないですか。190だよ。1週間前まで6マイル打ってましたよ。そうですよね。それをクリークを持ってくるっていう選択肢ないですよね、はい、じゃあ向こうまで行きましょう。はい。まっちゃんはバンカーから3打目になります。はい、ピンまで約35ヤード。35ヤードでした。強烈な上りアゲンストなんで難易度が高いバンカーですね。これめっちゃむずいっす。ちょっと多分スピンが入るような感じのライではないので、多分5ヤードから10ヤードぐらい転がるんじゃないかなと。ダフらせながらもう思いっきり打つしかないよね。いやもうこれはもうちょっと相当思いっきり打っていきたいと思います。
すがにいかないか。まあでも6メーター手前ですね。そうですよね、ちょっと距離感を出せるようなライではなかったです、はい、じゃあ準備します。はいはい、マホさんのバディパッドしのぐパッド、しのぐパッドですね。何やろ、18、20ぐらいあるのかな。ありますね。まあ逆目なんで、もうちょっと感覚をダングリーンちょっと狂わせてしっかり打ちます。はい、相当打ったぞこれ。さすがに打っちゃったか。ちょっとピンチですねいや今のもう奥の斜面まで飛んでいくかと思ったよってぐらいの傾斜と目がありましたけど。いや渋いの残しちゃったな満ピンはないけど渋いっすね。芝目も横から来てるの見えるもん。もうこれだから相当逆目ですね。あっちゃんの逆目ですね。うんちょっともうこれクロスハンドで届かない気がするなストローク重視じゃないですね。いやそうですね、しっかり初速を出さないと。普通いつも前のグリップでいきたいと思います。5メーターぐらいですかね。はい、はい、パパッとパパッといきます。全然届いてないよあのグリップ変わるとめっちゃ打ちづらいですお先に行きます、うん、どうぞ。またいでもいいよ。またぎます、うん、OK ボディ。はい、ということでまっちゃんは40です脱落、ま、ちょっとまたこれリベンジ来ないといけないです。いやーこれナーバスになるラインだなこれ。このどんぐらい1メーター半下りスライス左から目条件揃ってん曲がることは絶対曲がりますからね、うん、間違いない。はい、逆に簡単かもしれないです曲がるのが分かってるんでそうだね。はい、まあボール2個ぐらいは曲がるかな。パーパットいきます。はい、おお危ねえ右口からナイスパーですありがとうございますということで、はい、セベ前半終わりました。はい、僕がパープレー、はい、まっちゃん40回、はい、オーバーということで、まあ、なんとか前半は耐えれたかな僕はこの中ね。いや僕も3ホールで3オーバーだったことを考えればいやでもなかなか今日はまあ、この天候と、はい、この難しいセベで、はい、うん、よかったんじゃないかなカバー俺んじゃなかったいやちょっとまだ、はい、18ホール終わってないですけど。終わってないけどね、はい、僕はちょっとリベンジに行きたいとかね心に誓いましたやっぱりねもうちょっとね難しいコースはねまた来たくなるんで ね、 そうですね、ぜひ皆さんもね来てほしいですね。はい、来てあこのホールかみたいなちょっとねこのホールで割っちゃ OB みたいなやるよねっつってまあそんな感じでちょっと今からねお昼食べてご飯も頑張りたいと思いますので、はい、次回を楽しみということでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。